ワイセイストック、キスミーチェリーの花が咲きました。咲いたのは一重咲きの方です。とてもいい香りがします。一重咲きは香りが素晴らしいです。八重咲きの方はというと、うまく咲きませんね。エネルギーが花びらの方にうまくいかないのでしょうか。やはり太陽の当たるところでの栽培がいいようです。もし日陰でのストックの栽培を希望される場合は、一重咲きの方がうまく栽培できると思います。このまま様子を見たいと思います。とてもいい香りに癒されます。以上です。